皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベー君です。食べないと死ぬ3実況いきましょう。よろしくお願いします。いや、やっぱ面白いね、このゲーム。このゲーム面白い。さあ今日もね、なんとか長い時間生き残ってみましょう。よろしくお願いいたします。ではよし、素晴らしいスタート。トメイトはね、昔は嫌いやった。でも今はね、大好き。そう、消すゴムです。トメイトからの消すゴム、この流れは完璧でございます。さあ、感じです。いいね、喉乾いてたもんね、ちょうどね。消しゴムはやっぱね、喉が乾くのでちょっとね、パサパサしてるから非常にありがたい。しかしまたパサパサしたのが来ました。発泡スチロールはでも食っていきましょう。さあ次、5日目、レタス、あ、キャベツ。これ前も間違っとったな。すまん、レタスとキャベツの区別がつかないんだよ、私はね。よし、オッケー、大丈夫、ドン。いいね、これ幸先めちゃくちゃ。お、魚が続くって、これどういうこと。釣り場にいんのかな、今ちょうど。と思ったら急に農園行ったね。グレープフルーツ 8% 大丈夫です。農園って言うんやったっけ。野菜畑違うな。枕は食べていきましょうか。羽毛を食っていく。10日目、トムソンガゼル 35%。 やめとこう。なんかね、珍しいやつやったらちょっと食ってみようかなって思いやったけど、35は怖いもんね。よし、 4% は食っていく。さあ次、ロケットちょっと待って、ロケット食べたい。このロケット感すごない？このイラストのロケット感、みんなが覚えね、このロケット感。食べましょうか。 27% いくぞ。こい、うっそー、普通にダメなんかい。しかしこれの死に方みたいね。いきましょう、トン。墜落してきて下敷きになった食べる以前の問題やんけ。目の前の皿に乗ってたとかそういうところではなく、えらい遠くからやってきた、そういうことでございました。ボルト、ナルトボルトの関係ですけども、これは一回スルーして、タケノコ 8% は大丈夫。いきましょう。さあ次、6日目、ハンガー。ハンガー食えるってほんま不思議やな。なんで豚は食えへんで、ハンガー食えんねやろ、このゲーム。本当に不思議。牛とかね、ほら、なんで5割やねんな。まあ、強いけどね、牛は。あー、でもこれダメとこうか。ん、ちょっと調子悪いな。お、なにこれ、ホタテか。ホタテちゃんはいけるでしょ。嘘や、ホタテ 8% 来た。ウロを食べてしまった。毒が回った。ウロって何？ウロ。それ、教えてまたみんな。下敷きスタート。素晴らしいスタート。スタートから、のっけからこれ。どうしたどうした？曲げて遊んでたら割れてしまった。いや、悲しいけど死にはせんやろ。携帯か。64は一回やめといて、さあ次。あ、ノイチゴじゃん。オッケー。ノイチゴね、いつも 0%。これ嬉しいよね。さあ、重々増えて。おかゆ、おかゆ食いたい。最近ちょっとね、胃の調子が悪いので、ちょっとおかゆとか食って、うん、胃の調子を整えたい。そういう思いがあります。さあ、皇帝ペンギンは問題なしやと思う。頼む。オッケー。ええぞ。さあ次。お、ガム。これは俺初めて見た気がする。どうなんやろ、一瞬消しゴムとね、空見しましたが、ガム。ガムの 6% ということで、かなり熱い展開。さあ次、レンコンもいいっすね。これどんどん食べていきましょう。よし、いい調子。11日目。おっしゃ。せんべいはうまい。何よりもうまい。来たよ。おー、山椒魚 30% か。見て、この、なんか水がある感じがすげえリアリティ出てるよね。ちょっと食べてみよっか、でもこれ。いくぞ。いや、よし。食べれてもらった。頭良くなんねって。なんでやろ、大山椒魚レアやからかな。謎やな。パソコン倒れて持ってるけど、なんか荒廃した世界っていうのを表現してんのかな。すげえ悲しいけども、一応食べないで、おし。ご飯とかね、おかゆとか、ほんと嬉しいよね。米ってほんとね、発明した人はね、神。米は神。画鋲はやめときましょう。なんか結構いけてんもんね。なんか喋りながらやってた。お、落書き帳はちょっとでも食いたいな。ちょっと食ってみましょうか。行きましょう。オッケー、いけた。体に何かが蓄積された気がした。なんかこれ、ドラえもんの道具であったよね。紙に書いて食ったらそれ全部覚えるみたいな、そういうやつちゃうの今の。起きた、石膏像。前もあったね、石膏像。これ食べないでいきたいなぁ。でもこれで死ぬのちょっとみたいね。ちょっと食べましょうか。いくぞ。いけ！あー、オッケー。でもまあなんかよくわからんけど、複雑な思いですけども、ちょっと死にざま見ましょう。せーの、ドン！落として壊してしまった。ショックやけどね。壊れて死ぬの多ない今回。ショックなんわかるけど。きたー、延長コード安定の 9%。 わけわからんよね。これみんな食ったあかんからね、俺。言っとくよ、みんなのために。これ食ったあかんからね。9% やけど。泥団子 20% か。ちょっと食べよっか。
ね、これの死に様も見て、見れんなら見る。オッケーオッケー、大丈夫でございました。いいよ。リス、リスちゃんかわいい。2パーってほんまちょっとへこむよね。みんな食いたくなると思うけど、リスはちょっとかわいそうから食わんといて。出たー、割り箸でなんか食えっていうやつね。割り箸自体食ってどないすんねんってやつですけども、いいよ。オッケー。これ何？イワシ、いいね。魚とか、そう、名前弱くてね、動物の。コメントで言われたんやけど、本当自分、動物知らんねえっていうやつあってんけど、ほんまにでも確かに動物、全然知らんよね。ヤドクガエルやったっけ前の。あれ結構みんなの中では、常識らしいね。ちょ、怖いこれ。完全に知らんかった、あれ。うわ、マジか。鉄骨とさっきの一緒ぐらいってどういうこと？鉄骨行こうか、じゃあ。同じぐらいもんね、さっきの、なんか、肉と。いけ！うわ、マジか！どうなる？トン！喉に入れなくなった。そのパターンのやつか。もうちょっとなんかあるやん。こっから電流が流れて死んだみたいな怪事ネタを持ってくるとか、そういうのを期待しましたが、しかしながらもう一回挑戦頑張りましょう。カレーライス23か。これ怖いな。でも行こう。よしよしよし、オッケー。いいぞ。6060、すげえな。よし、フルーツ系はありがたい。グレープフルーツ 10% 食っていきましょう。さあ、22まで来て、来たー！ダツのダーツで来ました。みんなね、知ってる方見て嬉しかった。ハンターハンターのネタね。ダーツのネタがあったんですよ。ハンターハンター、キリュウがね、戦ってくれたやつ。しかし、私は一回食べない。お、ズグロモリモズや。これね。あ、なんでこんなに高いの ?54%? モリモズになりたいのに俺、ちょっと一回やめとこうか。この名前すごいよね。なんでこ、出たー！ヤドクガエル！みんな大好き、ヤドクガエル。俺だけ知らんかったやつね。みんな知ってたけど、俺知らんかったやつ、ヤドクガエル。いやー、でもこれ食べたくないな。67% はやばい。やばい、次なんか食わな。おでん、しかし 16% か。怖いけど行きましょう。せーの、いけ！よし！いいぞ！いけんちゃう？ 26 やで。電卓か。え、電卓か。なんでそれ選択したんやろ。ちょっと食べない。リアルやな、それでしょ。その、この電卓ちょっと見て、みんな。めっちゃリアルじゃない？なんか、影とかついてる感じで。よし！さんまさん、ありがとうございます。大好きです。さんまさんね。さあ次、おっしゃ、フルーツ。いいぞ。いい流れが続いておる。さあ次、よし、ドーナツちゃんこれ。なにこれ？この流れどうした？30日目まで来ましたよ、皆さん。しかもここでなし。ここでなしは熱い。いける。頑張れ。鉄砲。鉄砲棒じゃなくて本物ですわ、これ。本物のチャカ出てきました。でもこれ前もあったよね。命の危険を感じる。わかる。その気持ちめっちゃわかる。こんなもん突きつけられた日にはね。お、なにこれ？赤原イモリ。赤原イモリか。ちょっとね、そう、コメントで、ね、よく言われてたのが、タルパワーを使ってほしいっていうのがあったから、これ使ってみよう。ちょ、もうちょっと長生きしたいから、これ使ったらなんかええ感じになるらしいんですよ。脳内人格、タルパ。なんかよ、自己暗示。目の前のものを食べられる気持ちになる。他の食べ物を探してもらう。あ、いいね。自己暗示かけてみましょうか、じゃあ、上のね。ほれ。危険度が 20%。よく見たらこれ、食べられそうじゃない？大丈夫。いけるいける。自己暗示にも程があるやろ、これ。相当おもろいな。え、これでいかなあかんのか。頼むぞ。せーの、来い！うそだめか。さあ、どんな尻座を私に見せてくれる？手を伸ばしたら、滑って、溺れた？どういうこと？どういうこと？なるほど。川から見てたってこと？川かなんか池から覗き込んでて、あいつ食えそう。あいつ多分俺食えるって自己暗示して、多分俺の手届くっていう自己暗示もしてみたけども、実際やっぱ自己暗示やったっていう、そういうオチ。ショックですけども。まあまあ、でも32日目過ごしたから、まあ、よかったんじゃない？ちょっと最後ね、もうちょっと大きいもん食って死にたかったんですけど、もしくはね、大きいもん食うか食わないかの瀬戸際で行きたかったんですけども、とりあえず30日過ぎたんで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価、ぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ喜びます。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。ホロリンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。